ちょっと聞いてほしいことがあるんですよ、皆さんに。何ですか、そんなかしこまって。あの今日ね、一緒に生放送しようねって話、うん、なんか声小さくない？まじさっき音量近くに。いや嘘嘘、じゃちょっと、はいはいはい、ちゃんとお腹から出して、あ、近くって、はいはい、はあ割れてるえ、なんかさ、今日さ、はい、一緒に生放送しようねって話してさ、うん、僕20時から待ってたんですよ、生放送するように。20時半から普通30分くらい前から待つじゃないですか。いや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 、で準備できたよって、待ってるよって、25分くらいずっと座ってたんですよ、一人で。いや、早く来て通話しようよ。なんでなんで、いや、意味は俺LINE 解説じゃん、うどん温めてるよって。こっちは待ってるんだよ。うどん温めて5分前に来たぞ俺。いやいや、うどん温めてしかも放送ギリギリまで、今始まる5秒ぐらい前までうどんすすってて、全然俺の返事もしない音量確認させてくれない、ズル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 、あ、今食べ終わったわそおかしくない、なんか。まあ、久しぶりに。夏ももうすぐ終わりますね。話の切り替え方えぐくない？会話する気ある？なんか僕と心を通わせる気ある？皆さんのやっぱ夏の思い出とか聞きたいですよね。え、全然聞きたくない、こっち全然聞きたくないし、あの夏の思い出とか別にこっち全然ないんだから人の夏の思い出とか聞いてもしょうがないし、そういう話じゃないよ。いやー、うどんうまかった。まず一つずつ順を追って話そうよ、うん、まず今回の件、あまちゃんが悪いよね。あまちゃんが悪い。俺が悪いよ。さあ、あまちゃんが悪い。まず怖く、何が悪かった、うん、なんで怒ってると思う、こっちが。いや、まあやっぱりその待たせてしまったこと、まあ30分も椅子に座らせてしまったこと、まあ本当にごめん、うん、そう、座ってる時こっちがどんなことを感じてたかとか分かる？そうだよね。いや、心からの謝罪が欲しい。いや、ごめんごめんごめん